引き締まった二の腕と脇の下、背中を作っていきましょう。はじめは手を上から下へ下ろしていきましょう。吸う息で持ち上げて、吐く息で下ろしていきます。背筋を伸ばしながら、ご自身のペースで腕を動かしていきましょう。胸はしっかりと開いて、マイペースに行います。さあ次は肘から先を動かしていきます。肘の位置は安定させたまま動かしましょう。腕全体が動かないように注意していきます。だんだん二の腕の裏側に効いていきますね。さあ次は肘から先を横に伸ばしていきましょう。肘の位置は安定させたまま、肘から先を遠くに伸ばしていきましょう。しっかりと小指を後ろ側に向けて、こうすることによって二の腕の裏側、脇の下のお肉、背中にも効いていきます。少し上体を斜め前に倒して行っていきます。手を上から下へ、肘を背中側で寄せたら、肘から先を遠くに伸ばしていきましょう。この時に胸をしっかりと開いた状態で行います。さああと少しです。さあ次は肘を曲げたまま、背中側でぐっと寄せていきましょう。背筋は伸ばしたまま、肘を背中側で寄せていきます。この時に鎖骨を後ろに引くようにして、胸を大きく開いていきましょう。腰が反りすぎないように注意してください。次は背中側でぐっと肘を寄せ続けます。胸の前の開きと肩甲骨が寄っていることを意識しながら、背中と二の腕しっかりと使っていきましょう。次は手のひらを後ろ側に向けて、少し上体は斜め前に倒して行っていきましょう。小刻みに動かしていきます。この時に肩のみの運動にならないように、胸はしっかりと開いて、鎖骨を後ろに引くようにして行っていきましょう。手の幅が狭いと肩が上がりやすくなるので、少しきつい肩は広くして行っていきます。
さあ次は手を交互に動かしていきましょう。肘は伸ばしたまま腕を遠くに下ろしていきます。胴体はぶれないように背筋を伸ばしながら行いましょう。脇のハミ肉にも効果的です。さあ次は手を後ろで組んで小刻みに動かしていきます。腰を反りすぎないように注意しましょう。少し上体は斜め前に倒して行っていきます。この時に肩が前に来やすい方はタオルなどを持って行うのも良いです。しっかりと胸を開いた状態で、軽く肘は曲げていいのでしっかりと首の後ろを長くしながら行いましょう。さあ次は手を横に伸ばして手のひらを上から下へ。さあこれが最後のエクササイズです。引き締まった二の腕、背中を作るのにとても効果的なエクササイズです。少しきついところですが、最後まで集中して小刻みに動かしていきましょう。あと少しです。最後は気持ちよく伸びてストレッチを行います。エクササイズ後はしっかりとストレッチをして使った筋肉を緩めていきましょう。そうすることによって綺麗な体のラインが作られます。体側と二の腕を伸ばしていきましょう。ぜひ毎日続けてみてください。今日もお疲れ様でした。